ストライクドッキング、こんにちは、みほです。よろしくお願いします。お願いします。はい、アビが来てたんですけど、環境変わりましたね。超速壁の存在により。おや？はい。まあ、もともとなんか、ハーレーで地雷を持たせといて、弱点来たらズドンみたいな SS、立ち回りあったんですけど、まあ、それがまあ、貫通ですが、超速壁でもできますよと。なんなら超速壁の方が倍率高いっていうね、2段階目。6.5 ですからね。はいまあ、そりゃ強いよねっていう話なんですけど、まあ貫通の立ち回りがどうかっていうその疑問があったんですけど、問題なかったですね。結論から言うとめっちゃ強かった超速壁。そう、なんか重力とかどうなんとか思ったけど俺は。まあそうだね。まあ重力はハリの時から変わらんけど、まあやっぱ反射貫通の違いで価値が出てくるじゃん。うん、それとかもどうなのって感じだけど、まあそれをもろとろもしないボス特攻ができるんで強えなと思いました。はい、まあカウンターキラーとね底力あってね乗せるのは難しいかと思うんですけど、まあ、そこら辺はちょっと後々話していくんですけど、まあ、シンプルにボス削りが楽になったなって印象。結構苦手な人多いんじゃないかな、マービーに関しては。それは辛い。うん、結界ね。あの結界がテラでも出てきたんですけど、最近だとね、初実装が確かこのアビですよね。俺もあんま得意じゃない。違和感あるじゃん、やってて。あと何回で割れるんだろうとか、そこら辺も考えなきゃいけないから、まあいいギミックではあるけど、今後警戒のギミックだね。豪絶でこれできたら、ちょっとどうしようってなるかもしれない。確かに。うん、前何回殴ったっけ、この結界みたいな。カウントしてないとさ、分かんない、ね。そうそうそう、ムーブが変わるじゃん。それによって考え方変わるから。そうなので、まあ、アビはまあだから予行練習とはしてはいいんじゃないかな特にこれはさ、前もって殴んなきゃいけないじゃん。そう、地雷しかで露骨にその闇属性って、まあ、リヴァイとかキリトとかさ、クガとかいるからさ、地雷じゃないともう露骨に防げねえのよ、そいつらを、うん、そうなってくるとまあこの地雷持ってる超速壁っていうのは息長いのかなって思うよね、うんうん、で、まあ今回アビをぶっ壊していると、はい、まあ1枠でいいですね、とりあえず。なるほど。1枠以上入れちゃうとやっぱザコ処理大変になるんで、さすがにザコをするにはそこまで役に立たない。ザコ処理はそこまでだね。そのセクシーにはまあいいですけど、やっぱ価値がね、まあそうだね、良くないんで1枠、うん、まあ1枠入れるだけでだいぶ楽になる。周回も早くなるんじゃないの。こいつ SS ターン短縮持ってるのも偉いよね。その2段階目をさ、ボス1とかで撃っていけるから、速殺なしでも。速殺あったらもう 100% 撃てるだろうね。その SS の回転の面でも、超速壁は優秀だなと思いました。はい。で、ちょっと僕、ゲージミスっちゃって、2段階目たまらんすけど、はい、見ていきましょう。まあね、円まで特攻するって手もあったけど、円まではちょっと火力足りないかな。超マイン M なのダメだね。超スカベがね。そう。全然ちゃうからさ。超マインで M なんだもんな。そう、超マインで M なんだよこいつ。そっからだってね、カウンターキラーの底力だったから、ね。まあ今回は1段階目を打ってるんですけど、はい、見ていきましょう。まあでも剣持ってるんで、はい、剣持ってて今カウンターキラー乗ってない状態なんで、実質カウンターキラー状態で 1.5 枚なんで。はい、これ1段階目、まあ、1段階目ではこのぐらいのダメージ。はい、カウンターキラー今乗ってませんでした、底力も。だけど剣持ったんで実質カウンターキラーで、こんな感じ1本持っていく。はい、で今回は紋章ありで2段階目ちゃんと打ちます。まあ今の削り、まあ、1段階目のあの感じ見て分かった通り、2段階目はもうやってしまいますやっておしまうんですよ。うん、まあ楽っすね。まあボス特攻、ボス開幕にね、超速壁を合わせていくっていう手もあるんですけど、前のステージがさ、勝ち祭りなんだよ。はい、で勝ちがもう速攻を倒せなかったら攻撃してくるから、そのカウンターキラーを乗せられない、超速壁に。そのステージで乗せてても、そう、次のステージで厳重キラーになっちゃうから、
特攻するとその紋章ありの参加劇でも2段階目っても飛ばせない、はいはい、なんで、まあ、特攻してもいいんですけど、まあ、ワンパンしたいって方は、まあ、ザコ処理とかちゃんとボス1でした後に超スカベツのがいいんじゃないかなと思った。そしたらもう確実にもう次のステージを見なくていいんで、うん、まあ、あと配置の問題もあるっすよ。そう、ボス1はね、そのブロックが前にシャッと出てくるじゃん。今来るかな、ブロック出てくるんですよ。まあボス今下にありますね、はい、あれのおかげでちょっと弱点に当てるのが難しい時がある、こちらへ持ちの状態で、はい、そうだから、まあ、100% もう確実にって人はもうボス2で打つのがいいね。あ、ボス2はねブロック出てこないんで確実にやれるよ。そう、確実に弱点当てられるんで、だから無理やりボス1で打たなくても、まあ、ボス2で打ってもいいよみたいな。で今のは配置込みのやつですね。まあ真ん中めにいるのがいいかな。そしたら上でも下でも弱点来た時に対応できるから、まあ、そういうのを意識するのめんどくさいって人はもうボスに出た方がいい。はい、これザコ処理完了と。これでブロックがボンって出るから、このブロックなかったらもう本当にやばかったね何も考えなくていい。そうだね、そうそうそう。でここね、まあ、縦勘したらやっちゃうんで予感しました。どうしても2段階目線打ちたかったん で今回はね、カウンターキラーも捨てるかな、うん、もうね、底力発動させたいけどちょっと出なかったっすね。まあ、そこ底力出てきたらもう無条件だろうね。1段階目でもやると思うまあ大概2段階目も溜まってるんで2段階目考えていいと思うけど、まあビビったね。いいキャラだわ。いや、いいキャラだから、キリトとかさ、リヴァイとかさ、そのクガとかと思う、区別できてるのが強い、うん、ちゃんと差別化というか、そうそうそう、差別化できてるのが、元のあれができてる、ね、そう、地雷はかもうこいつだなっていう。で、今カウンターキラー乗ってる2段階目モーション3で1秒間ぐらい残ってて、まあ、余裕ですね。もうこれ多分余裕まあこれモーションいかなくてもいいね。だから、まあ、ここまでキラーちゃんと乗せれる、そう、カウンターキラー乗ってしまってれば、あとは敵が怒ってる怒ってないで変わるんで、あ、今の怒ってなかったかな。はい、ってことでアビやっていきましたけど、まあ超速壁強いっす。一枠超おすすめかな、うん、結構ね苦手な人も多いと思うんだよね、このステージ普通にやるとね。ちょっと俺も好きではないな、やっぱ結構めんどくさいなって思っちゃうタイプだ、あのステージは。まあリヴァイとかネクガとか使えないからね。そう、まあまあまあ、それ結構あるでしょ。でもまあ、もう あれに慣れてるから。そう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 、あれに慣れてるから、ね、うん、なので、まあその枠今回はアビに関しては超速壁がね強いよっていう動画でした。まあ、とりあえずカウンターキラーの捨て上げて2段階目打ってあげる、それだけ。はい、まあ底知れぬ力ってことで、はい、最近のお気に入りはね超速壁でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ